ありがとうございます。いや、あのこういうライブとかコンサートとかはアンコールありきというのは伺っていたんですが、本当に呼んでいただけるかなと大変不安に思っておりました。よかった、はあはあ、なんかこの日のために、用意した曲がございます。まあ、あの明日個人的なことですが父の命日だったり、それからあの亡くなった大野進さんのことを思いながら書きました。さよならの向こう側という曲なんですが、この曲は作曲家でありこのライブのプロデューサーの一人小林茂樹さんが、優しい、とっても優しい曲を書いてくださいました。どこにいるか分かりますか？分かりますか？あれ？どこに行っちゃった？ん？あの方です、あの方です。茂樹さんにはあの私のための聞き合わせとかに散々付き合っていただきまして、また私が緊張しないように、場を和ませて居心地のいい空間を作ってくださいました。本当にありがとうございました。では小林茂樹作曲さよならの向こう側、懐かしいあなた見かけた気がして、私はふと歩み止める。どこかにいるはず、いたずらな神様が偶然の出会いくれたとしたら、カートの今の私に微かなさざ波、あったとしても穏やかな笑顔の日々とはに続くと信じ、でも寂しくても一人じゃない、さよならの向こう側にほらあなたの面影が、凝らして言ってもあなたは幻ね、信号ばかり強くピリオド、私はまた歩き出すのよ、向かい風吹いてようやく馴染んだ私の髪、揺らしてゆく、あなたは今でもここにいるのね、包んでくれてる、そう感じるの、激しい嵐に巻き込まれても穏やかな
孤独だけど一人じゃない、さよならの向こう側をほら、こんなに暖かい、さよならの向こう側をありがとうございました。人生の折り返し地点を遠に過ぎた今、皆さんの心の中には、あ、過ぎてない人もいます、ごめんなさい間違えました、大変失礼いたしました。なんだろう、やり残したことってあるのかもしれませんね。やり残したこと、どうしてもやっておきたいこと、叶えたいこと、私はやり残したことの一つを今日こうして、実現することができました。今日この30年ぶりの同窓会を終えると、私はまた、原稿を書くだけの引きこもりの生活に戻ってしまいますが、これからの先のことについてはまだ明確なビジョンは何もありません。まあ、もしかしたらそれは長編歴史小説なのかもしれないし、今日曲数の関係で歌えなかった曲をまたこうして皆さんに聴いていただくことなのかもしれません。それを一つ一つ見つけながら、これから歩んでいきたいなと思っています。では本当にこの曲でラストです。アルバム目覚めの時にのエンディングの曲にもなっています。井上香織の作詞作曲で、忘れ物を探して、うっ。